ちなみにこの略歴は、おじくさんご本人の回答も間違いなく、これまでの書くと間違いの可能性があります。ご本人の筆であるというのを書いてます。いずれ自身が書いたある本の著者紹介の本です。1922年、鳥取県境港市民町同市の高等小学校で大阪に行き、いろいろな職業に就きながら、いろいろな格好を着てたり入ったりする。戦争で左手を失う。著書にはゲゲゲの記者、日本妖怪大学などが非常にシンプルでございます。本当に略です。はい、私そんなことは知ってるつもりで言いましたけれども、改めてこの略で見て、水木さんの心情というのをちょっと忖度したことがございます。まずいろんな作品で大変活躍をなされ、私たちも日本で絶滅しかけていた妖怪をこのように蘇らせたっていうのは、最大の功績だったと思うんですが、そんなことは一言も書いてある。でしかも学歴などはいろんな学校へ行ったとして書いてある。そうなんです。つまり水木さんにとっては学校に行くとか行かないってことは大した問題ではなかったという。唯一大した問題だったのは戦争で左手を失う、この一言なんですね。結局水木さんの一生はこれがまずスタート点で、私がいろんな冒険に一緒にお付き合いをさせていただいた話の中で、皆さんにあまりお聞きになったことがないようなお話を一つ二つ追加で怒られるかもしれませんが紹介をしております。三木さん、神通力が本当にありました。どこへ行ってもフリーだった、これは驚きました。広島県のあるお寺、多分日本で唯一でしょう、妖怪がくれた記述っていうのが置いてある。でその記述なんとか見せていただくことは、住職の方が触っちゃいけないよ、触ってちょっとでも振ったら妖怪出てくるから、でこの記述を振ることができたのは未だかつて記録にも出てるらしいんですが、明治天皇だけだったっていう話があるんです。で明治天皇以来はこれ人の手に触れていないんで、サルが来ました。で私たち、はい分かりましたって言ってやるやしく持ってこられた記述を見ました。住職さんが電話があったって言ってちょっと押してみて、もう何が起こったかは言わなくてもいい。やつだったなと思ったら水木先生がいきなりカパッとお寿司を開けてぶっと掴んで振ってきました。だから多分今妖怪は解き放たれてる。そういうことをよく覚えています。だからこそでしょうね、バカな弟子をここまで食うこともできないような我々状態でした。育ててくれたというとおかしいんですが、なんとか世の中に出るようにさせていただいたというのは本当に感謝しています。水木さん、ありがとうございました。弟子を代表して私とともに今日お集まりいただいた皆様にも深くお伝えさせていただきます。ありがとうございました。